自動車ローン市場の破綻が始まりました。こんにちは、レバナス一本リーマンです。速報ですが、今、アメリカで自動車の差し押さえが急増しているという情報が出てきました。何個か前の動画では、アメリカ国民が貯金もない中、物価高騰によって、生活必需品を買うために自分たちの車を売って、生活費の足しにしている人たちが出始めてきたという動画をお送りいたしました。 今回の内容は経済崩壊のその次の段階である差し押さえの急騰が始まりました。 今回の記事は CNBC をベースにして最新のデータとともに米国経済の行方を探っていきましょう。タイトルは自動車の差し押さえが急増していますが、これは今後の経済への警告ですという内容です。この記事から自動車の差し押さえ急騰に関する記事ですがあ、この記事を最後まで読んでいただいてご理解いただきたい内容は、これは氷山の一角であり、そして車業界という沈没船に乗っている、 米国の消費者が多額の借金という重りを乗せてどの程度の深さまで沈没しつつあるのかそしてこの沈没船を再浮上させるためにどの程度のエネルギーが必要なのかを定量的に分かっていただきます。それででは内容です。 内容の一番最初に書かれていますが、今、自動車の,、まあこの支払いですね、まあ、彼らは借金大好き人間なので、アメリカ国民というのはほとんどの高い買い物、家も車も、まあ、それ日本人も同じかもしれないですけど、日本人よりも、えー 車だったり家だったりっていうのに対して、えーまあ、借金をしていくわけなんですねで。ローンを支払っているんだけども、そのローンの支払いが今滞りつつありますよとで。そしてその数が急増しているということが書かれています。これは、あの、もともとインフレがまあ発生していて、まあ、そのインフレがかなり長引いてしまったりとか、まあ、そういういろんな理由で、 車の価格が急騰してしまって、でこれがまあ家計に大きな影響を与えているという状況なんですけれども、今、インフレはちょっと下がりつつありますけれども、これ下がりつつあるといっても、この部分拡大してみますが、この黒よりプラスの部分、黒よりプロあの黒っていうのはゼロの線なんですけれども、この正の状態にあるということは、インフレはまだまだ急増してるんですね。 これ、インフレ上昇率が下落してるんですけども、これはもともとピークの6月で9.1%で、最近は7.1%まで下落してきましたけど、これは下落しているのは上昇率が下落しているんであって、価格高騰自体はきょ去年よりもまだあの物価というのは高くなっているということなんですね。それによって、この政策金利が赤で示してますけれども、FRB が政策金利を急騰させていると。 これはもう二重苦なんですね。アメリカ国民にとって今ローンを支払っている人たちは金利がこの FF 金利を上げられることによって多く支払わないといけない。なんだけども生活需品とかいろんな必要なものに関しては物価が高くなっちゃってる。ということはどういうことかっていうと、この貯蓄率ですね。 もともとめっちゃ貯蓄してたんですけども、この時はみんな引きこもってたのでね、みんな自宅待機状態でお金を外で使う必要がなかったので、かなり貯蓄してたんだけども、今、 急落してって、もうほとんど貯金できていないという状況。これは先ほど言ったインフレが高くなって、必要なものを買うのにも、たくさんのお金が必要になってしまう。そして、えーまあ、ローンだったりね、家のローンだったり、車のローンっていうので、たくさんのお金が吸収されてしまう。それによって、この可処分所得というのは、 もうずっとマイナスなんですね。ここ数ヶ月ずっとマイナスなんですよ。もうここ数ヶ月どころか2022年始まってからもずっとマイナスですね。えー、という状況に、えー、なっています。ですのでお金がどんどんなくなっているという状況になっている今、じゃあ次の段階はどうなりますかっていうのが今回のこの記事で、えー、もう、えー、車の支払いができないんだったらその車をもう あの、まあ、借金している債権者がもう取っちゃいますからねと。まあ、差し押さえをしますよねというのが今回の。で、その人数がもうめちゃくちゃなスピードで上昇しているというのが今回の記事です。 リポゼッションっていうのは差し押さえですね。家の場合はフォークロージャーとかって言ったりしますけれども、まあ、車とか、まあ、家じゃない場合はリポゼッションって言ったりします。差し押さえは、もともとパンデミックの時というのはそんなに上昇してなかったんですね。なぜならば、まあ、先ほどの,あのデータをもう一回見せますけれども、スティミュラスチェックスというのがあったんですね。スティミュラスチェックスというのは、えーまあ、日本語で何て言うんだろうな。えーと 給付金か、給付金がたくさんばらまかれて、まあ、銀行もね、たくさんお金ばらまかれて、えー、消費者もお金ばらまかれて、給付金がたくさんあったので、だからここ、まあ、あの引きこもったっていうのももちろんあるんですけども、給付金がばらまかれたことによって、急激にお金があまあ消費者のもとにも。 企業のもとにも入ってきてた状態だったんですね。ですので、この時というのは差し押さえはそこまで高くなかったんだよということを言っていますが、ただ今はもう状況が一転してしまっています。特に低所得者の人たち、あの、まあ、ローウエストっていうとかなり、 あの、語弊があるんですけども、まあ、あの、まあ、そのまま直訳すると、ピラミッドの底辺の人たちですね、低所得者の人たち、消費者が今、デフォルトに落ちかかっていて、えー、そのローンのデフォルトで、えー、もう2019年のプレパンデミックですね、パンデミックの前の状態をもう完全に超えているということが言われています。これなんで今こんななってるかというと、まあ、あの、これが元になってるんですね、この赤い線ですね。今 FF レートを上げるということは、クレジットカードも、家のローンも、車のローンも、もちろん全部上がっていってます。で、今、車のローンどこまで上がっていってますかっていうと、これがこの、あの、線なんですね。え急騰してってえ、これ9月のデータがまだ最新しかないんですけども、6%以上まで上昇していると。6%をも超えてしまっているという状況。ですので、ここがかなり負担となって、 えー、もうそんな6%も7%も払うんだったら、えー、支払えないよと。これはあくまでも平均ですのでね、えーまあ、どれぐらいの期間借りるかとか、お金を借りるかとか、どの程度のお金を借りるかとかによって、全然このパーセンテージっていうのは変わってくるんですけれども、非常にあの高くなっていることは事実で、それによってもうお金を支払えなくなってしまっていると。でこれ、例えばなんですけど、えーと、クレジットカードですね、ここはクレジットカードのローン。 ローンですね。ローンの残高っていうのかな。まあ消費者がどんだけローンをしてますかっていうのがここに書かれてあるんですけども。 ここ、ここが、あの、帯があるところ、グレーがコロナショックです。で、この時は急落してきました。この時にスティミラスチェックとかが発行されて、ある程度生活は楽になったんだけれども、どこかのタイミングで急激に上昇していってるんですね。これは先ほど言った物価も高いし、ローンの支払いの金利も高くなっちゃってるし、そうなってくると、あの、基本的に、ローンの残高っていうのは、特にアメリカ国民は最初も申し上げたように、あの、ローン、 借金大好き人間ですので、もうめちゃくちゃやっていくんですね。借金をしていくんですね。その結果今何が起きてますかっていうと、これデリンクエンシーの年率換算なんですけども、デリンクエンシーっていうのは支払い不能になる人たちですね。クレジットカードを使って、 えー、支払い不能,不能になっている人たちが今急増していって、そのレベルはリーマンショックと同じぐらいの領域に、えー、年率換算の上昇率で言うと、そういうふうになっています。ですので、まあ、これはクレジットカードの話ですけども、えー、自動車ローに関しても高い金利が設定されていて、もう支払えないんだったら、もうリポゼッションしちゃあのさせられちゃいましょうということで、車を手放してまで、 えー、もう今そこに生活の余裕がないということを物語っています。で、今実際じゃあどれぐらいお金払ってんのと。それは、2019年に自動車ローンとして毎月718ドルですね。これ1ドル140円とすると約10万円。いいです。これ2019年の時点で10万円も払ってたんですよ。えっ、ー、と、まあ、ああの、 2019年というとここら辺ぐらいですね。えー、この時は、まあまあそれなりにみんなローンを組んでたんだけども、一気にみんな仕事がなくなって失業してって、ただし、あの、シティミラスチェックも出てきたので、えー、ローンはちょっと減ってったんだけど、ここ最近上昇してますと。で、2019年ぐらいの時に、えー、10万円も払っていたんですけども、そこから、 26%も今現在平均の支払い。これ平均ですからね。これよりもっと払ってる人たちもいますので、えー、新車のローンというのは、ここから26%を10万円、一月に10万円だとすると、12万6千円も払うことになっています。で、6人に1人の新車購入者は、今毎月1000ドル以上、 more than hundred,、uh, a h u n ンダーマンス m o n t h っていう風うに書かれてるので、more than ですので、ね、1000ドル以上払っているんですね。1ドル140円だとすると、14万円も払っている人たちが、6人に1人はそういうような状況に至っていると。要は手持ち資金がないので、ローンにほとんど頼りきっている人たち。これが先ほど言った、 え、ローウェストインカムの人たちですね。低所得者の人たちは、結局手持ち資金がないので、ローに頼らざるを得ないんだけれども、今お金がなくなっていく。つまりインフレが高いということは、1年後もまだインフレ高いんでしょうと、え、FRB のこの出してきた FOMC の直後で出してきた、 エコノミックプロジェクションズの中では、インフレはまだまだ上昇していくんですよと、PC インフレーション、ここは物価指数なんですけれども、来年の末でもまだ3.1%、要は1年前よりも今の段階から、1年後たったら、今100万円あったとしたら、3万円もなくなってしまうということを言ってるんですね、今は5.6%なんで、100万円あったら5万6千円減っていってしまうような状況なんですけれども、それがまだ来年も続く、で再来年も続く。 で、長期的には2%に落としたいんだけれども、そんなような状況下で、なんでお金を貯める必要がありますかっていうのが、まあ、短絡的な考えの人たちです。で、14万円も、えー、新車の、自動車のローンで14万ですよ。信じられますか僕、これを読んだ時そんなにしてんのっていうふうに思ったんですけど、衝撃的だったんですね。だって、家のローンじゃないんですよ。家のローンでも14万円なんて、 信じられないですよね。平均で、10家のローンで10万円いったらいいぐらいだと思うんですけど、まあ、自動車ローンの期間がそこまで長くないと思うので、まあ、そういう観点では、まあ、14万円もわからなくはないんですけど、ただ我々の日本人の生活の感覚からしたらね、とんでもないですよね。で彼らこういう人たちに限って、 え、家のローンもバンバンやって、住宅、住宅ローンもやって、自動車ローンもやってる。もう、毎月いくら支払ってるのっていうような状況。まあ、それは、そもそもの考え方も甘いんだけども、 あのまあ、ここで言った金利を上げてられているというところも一つ理由があります。でそれに加えてその自動車保険だったりガソリン代だったりそれから修理代あの中古車を買うということは修理代も高くつきますでここら辺は、まあ、いつも CPI のデータで出されてますけれどもそれぞれが急騰していっている状態エネルギー価格は確かに今下落していると言いつつもそれは1年前から比べるとまだまだ高い状況にあるんですね。今 今のガソリン価格って、これは CPI 名目ですけれども、エネルギーとしては今急落してっているんだけども、それでもプラスなんですね。プラス13.1%なんですよ。ピークの時は40%も上昇してたんですね。えーまあ、1ヶ月のガソリン代が皆さんどれぐらいなのかわからないけれども、だいたい1万円ぐらいに、もうちょっといくのかな、2万円ぐらいってたりするのかな。まあ、1万円だと仮に仮定すると、1万4000円も増えるんですね、1年前から。で今はあのまだ、あの これは下がっていると言いつつも、それでも、まだ13%上がっていると。1万1300円も上昇しているという状況になっている。エネルギー価格っていうのはまだまだ上昇していっているので、非常に厳しい状況になっている。保険も高い、修理代も物価高騰によって高くなってきていると。これは2年前だったら、自動車価格なん、あ自動車のそのロ、えーと、ローンですね。えー、ローンなんて、毎月500ドルから600ドルだったんですよ。60万70万ぐらい。 だったんです、ね、あ、ごめんなさい。これは、えっ、ー、と、車の価格かなあ、違いますね。ごめんなさい。失礼しました。これ500ドルだから、ひ、えー、月に、えー、ローンですね。やっぱりあと500ドル払ってるので、えー7、6万7万円ぐらいを払っていたんですけれども、合ってるかえっ、ー、と、500ドル、600ドルだから、あ140かけると、 5万円、6万円かける1.4倍だからあ、7万円とかですよね。7万円前後ぐらいを払っていたと。で、その人たちが、まあ2年前はそれぐらいだったんだと。なんだけども、えー、もう今はとんでもなく急激に上昇して、まあ6人に1人は1000ドル。まあこれで言うと倍になってますね。というような状況になってる。で、えー、まあリポゼッションが発生して差し押さえがどんどん今急上昇してってるので、 えー、まあ、動きが取れない状態。あの、ピンヨーダウンというふうに。もうほと、もう他にもうお金を、余裕、工面ができる状況ではないということを言っています。で、一方で、リポゼッションビジネスをやってる人たち、要は回収屋さんですね。えー、まあ、銀行から頼まれて、え、いくらかお金払って、あそこの借金してる人たちから、もう差し押さえなので、車を取ってきてくれという人たち。で、こういう人たちは、まあ、取ってくるだけじゃなくて、そこから、まあ、いろいろ、 サービスとかもあって、中をきれいにしたりとか、いろんなリペアをしたり、修理をしたりとかっていろいろあるんだけれども、まあ、そういうビジネスをやってる人たちは、もう今パンパンなんですね。もうビジネスをやっていくのにもう忙しすぎて、もうかなり難しい状態。えー、昔は 2020年前ぐらいの時は、そんなに、あの、先ほども申し上げたように、あまり、え、差し押さえていうのは多くなかったもんですから、結構ないろんな企業が、その差し押さえ系の企業の人たちが、別の企業になってしまったりとか、そういうことが書かれてるんですが、今は、もう、パンパンの状態になっていると。で、実際そのレポメーンっていうのが、要は回収屋さんですね。回収屋さん、 の、もう人数ももういないし、その回収した車を置いとくスペースもないし、もうとんでも、全くやっていける状況ではないと。まあそもそも人数が足りてないっていうのが、あの、もう一番の心配だと思うんですけども、まあそれぐらい今差し押さえが増えてしまっていると。で、今このぐらいの速度なんだとしたら、この、えっ、ー、と、この人ですね。まあこの名前はちょっといいとして、えー、差し押さえ物件、差し押さえの お会社をやって経営している人が、プロの目線から見ると、このままいったら2024年ぐらいまでは、あもう続くんじゃないかというふうに疑っている。それぐらい今、差し押さえが急騰している状況なんだと。で、今、新車、今でもまだ新車は全然サプライズされないですね。供給されていないんですね。これがあの 中古車と新車、あの、分けて考えないといけないですけど、これは新車です。新車の在庫。で、今全然、あの、2020年ぐらいから、まあ、実はその前ぐらいからも始まっているんだけども、えー、とにかく在庫を持つと、おまあ、えー、まあ、リスクがあるということで、まあ、お金、管理費もかかるし、えー、その間、まあ、 例えば洗車したりとか修理したりとか、まあ、いろんな手間賃がかかってしまうのであのそもそも持ちたくないという気持ちがある一方でここら辺で急,急落しているのは特にです、ね、あの半導体がもう足りなくなったりとか材料費が高騰したりしてもう新車をそんなにあの持っている場合じゃないというような感じになってきているというようなのが今、新車の状況です。 で、えー、まだ新車は全然出てないと。パンデミックの時に、コロナショックの時に、えー、サプライチェーンが混乱して、えー、今はもう新車が全然ないんだっていう状況は、あまり、えー、その時と今は変わっていないということを言ってます。もともとは、えーまあ、ステイアットホームキャッシュっていうのが、まあ、引きこもりしてた時の、家で引きこもってた時のお金っていうのがあったので、 えーまあ、その当時は2010年ぐらいの時はみんな買いまくってくれたんだけども、今はもうそんな時期じゃなくなったんだということが言っています。で、えーとまあ、さっきも申し上げましたけども、えー、差し押さえ系のまあ回収屋さんは今30、30%も減少してきてるんですね、それは先ほども言ったように、2020年で、えーまあ、あまり需要がなくなったと、この時は結構好調だったので、経済は好調だったので、えー、差し押さえするような。あ 人たちがいなかったと。されるような人たちがいなかったと。もともと、その、さっき言ったスミュラ、スティミュラスチェックとか、お金も配られて、えー、破産するような人たちがそもそもいなかったんですね。なんだけども、今はもう全然180度変わりましたと。で、そして、えー、これからもまだ増えていきますと。ローンのデフォルトに陥る人たち。デフォルトっていうのは支払い不能ですね。借金を払えなくなってしまうような人たちが、これからまだまだ増える予想。 ですということをこの人は言っています。で、え、まあリポゼッションの今のビジネスは非常に忙しいと、もうとんでもないスピードでもう毎日のように来るんだということを言っています。で、それは2023年も2024年も続くっていうふうに言われていますが、問題は あその、借りてる人たちですね。えー、ローンを借りてる人たちが、えー、サブプライムの人たちなんですね。サブプライムってのは、プライムとサブプライムで、まあ、二分されてるんだけど、プライムってのはある程度、その、クレジットのスコアが高い人たちですね。信用スコアが高い人たち。アメリカって、信用スコアをかなりつけるんですけども、日本もつけてるんでしょうけども、あまり、えー、消費者の目線では気にしないですよね。ただ、アメリカってのはすごくそこら辺を気に、 していて、えー、まあ、できればプライムになりたい。だけども、えー、まあ、収入も低いし、借金しても支払いが滞ってしまったり、みたいな人たちはサブプライムという、まあ、一言で言うと低所得者なんですけども、 あの一概にそうは言えないのは低所得者であったとしても借金をしっかり返していればプライムになり,なり得るんですねあの。借金をいかに返すかで収入が高いことが重要なんではなくって借金をしてそれをいかに、えーまあ、オンタイムで返せれるかっていうのが信用スカアを上げるコツなんですけどもな,なのであの、まあ、実際には低所得者ではないんだけども、まあ、ほとんどが低所得者です。で まあそういう人たちは非常に自動車マーケットの中でトラブルを引き起こしていると。まあ、今は先ほど言った差し押さえがあるので自動車業界の中で供給が一気に増えてしまう中古車が一気に増えてしまうっていうのは前回の動画で出したんですけども今はその次の段階で差し押さえまで行っちゃってるんだよと。でこのまま2023年は経済っていうのはもっと悪化していくでしょうと まあ、エコノミストたち、ほとんどの人たちは言ってるんですけども、一部ね、まあ、特に日本の YouTuber とかね、なんかわからないけど、まあ、今が買い時だと思っている人たちは結構多いらしくて、まあ、それはちょっと置いといたとして、いいかどうか置いといて、えー、ほとんどの人たちは、えー、経済っていうのは2023年、どんどん悪化していきますよ、悪化していって、特に、えっ、ー、と、 来年の1月の22日ぐらいからかな。20日か。まあ、そこら辺ぐらいで、えっ、ー、と、2022年の第4四半期の決算期になります。で、そこから、 結構いろんな企業が、まあ、どれぐらいなのかは置いといたとして、いろんな企業が、ま、悪い決算を出してくるだろうと言われています。ですので、そのタイミングから、少しずついろんな企業がボロが出始めて、2023年第1四半期、第2四半期というふうにどんどん悪化していく可能性がある。で、ある企業が悪化していくと、その取引先である、まあ、いろんな企業が、も、 えーまあ、悪化してくるというふうに伝播していくことが考えられますので2013年というのは経済的に恐ろしい年であるというふうなことはあまた、あ、では言われていますでただそういう前提ではこのか、えー、と自動車のローンの支払いが遅れてくる人たちっていうのがまだまだ増えるでしょうというふうに言っていますただ今の時点ではあの今急騰はしてるんだけども その上昇速度は確かにある。その差し押さえ物件をしている人たちは急騰していっている。だけども、それでもまだ今、 デリンクエンシーは2.2%なんですね。あの支払い不足に陥っている人たちは2.2%なんです。で、それを考えると2008年とか2009年で起きたようなあーリーマンショックで起きたようなレベルには至ってない。なぜならばその時っていうのはオートローンの支払いがあデフォルトに陥ってしまった人たちは4%だったんですね。ですので、まだ半分ぐらい。ただ今、今、えー、急騰していっているタイミング、し始めたタイミングということを言っています。 ですので、えーまあ、ほとんどの人たちは、まあ、これからそのううと支払い不能になっていっくデリンクエンシーがーリポゼッションですね、リポゼッションの人たちがどんどん増えてくるだろうとで、マクロ経済の逆風とかを考えれば、まだまだ金利が上げられるので、えーまあ、金利が上がったら、結局うう、ハイアコストボローイング、借入金の まあ、借金して、その支払うお金っていうのも金利が高いことになるので、今は確かに、あの、もうそろそろ利上げも終わる、終わるというか、利上げが、あ緩やかになっていく。ただ、その高い金利がある程度数ヶ月続くんですね。金利が下がるわけではないんですよ。金利が上昇していく。むしろ今より、え、2、3ヶ月後の方が高い金利を払わないといけない。っていうふうに考えると、お それはまだまだそんな楽観視できないよと。借入金の額としては高くなる。そして失業率も上昇していくのが今後の世の中なんですね。今は失業率3.7%というふうに、まあ、これ自体は若干ちょっとまやかしのデータですっていうのは昔どっかで出した、動画で出したと思いますが、まあ、失業率は一応低い状態。 労働市場はまやかしと言いつつ強いというふうに一般的には言われている。ほとんどの人はそう思っている。で、ただ、まあ、それがこれから大きなリセッションに入っていくよと。これから失業率も上昇していって、それで、非農業分用者数も下落していって、っていうふうに大きなリセッションに入っていく。そのタイミングで利下げになるんだけれども、今はまだ金利を上げている状態。 で、これから失業率が上昇していくということを考えると、今のこの、えー、デリンクエンシーの人たち、リポゼッションの人たちっていうのは、まだまだ上昇傾向にあるということが言われています。で、えー、それを考えると、まあ、まあ、さっきも言ったんだけど、あまり今が買い時だっていう、まあ、煽ってくる人たちに惑わされない方がいいよっていうのが、まずこのデータからわかるんだけども、このグラフはですね、えー、銀行が今、 お金を貸すときにタイトニングスタンダードって言ってるんだけれども、えー、この数値が高くなると、経済が不安定になっている状況、つまり銀行がお金を貸してくれなくなってしまうと、でこれは、えー、コロナショックの時に急騰したんですけども、えー、もともと、ね、ここら辺ぐらいは、スティムラーチェックとか、まあ、引きこもりのお,、まあ、お金がまだ、貯金がまだあった時代だったんで、ここら辺はまだ良かったんですね。ただ ここら辺から急激に今、上昇していっていると。2022年の第4クォーターはプラスになってしまったんですね。まあ、第3四半期からプラスになっているんだけども、Q3, Q4 はもう完全にプラスになっていて、これが、えー、黒い線よりもプラスの状況にいるというのは、年率でいうと上昇していっているっていうことを示しています。ですので、これからもまだまだ、 まあ銀行も貸してくれなくなるし、まあそしたら成長企業の株価というのはどんどん落ちて、まあつまりグロース株の株価というのはこれから落ちてくる可能性があるんだけども、米国経済というのはグロース株の成長によって担保されてきたんですが、そこが弱まってしまうことになる。ですので株価としてはなかなか難しい年になるだろうというのが2023年なんですが、まあその予兆として中古車業界、そしてこの 自動車ローン業界、かなり今、逆風が吹いていますよ、ということになっています。で、えー、まだ、その先ほど言ったリーマンショックに比べると、まだまだ低いと。ただ、先ほども言ったように、今が上昇し始めているんだ、ということを言っています。で、えー、まあサプライチェーンだったり、えー、新車の台数もまだまだ限られているので、えー もともとこれ新車の台数の在庫を出している、在庫の年率換算値を出しているんですけども、えまあインベントリーが今急騰してってるんだけども、まあここ、それはここ最近の話であって、ちょっと前までは、 あの在庫が全然少なかったんですねそれは先,あの先ほども言ったように半導体不足だったり材料費の高騰だったり物価高騰によって要所在庫を持たなかったりっていうのが経済的な理由。であとは人々の生活としてあのファイヤーですね Financial Independence r e t i r e l y っていう,あの、まあ、もう仕事を辞めてゆっくり暮らしたいんだと。でそういう人たちは車を、まあ、買ってもう家を手放して安く。 まあ住んでいきたいみたいな、例えばキャンピングカーとかね、安い中古車のやつを買って、その中で暮らしていくような人たちっていうのは結構多いんですね、バン,バンとか。えーまあ、なので、まあ、そういうことで結構車の需要があったんだけれども、今はもうみんなほとんど新車として、えー、在庫がない状況に陥ってると。で、えー、まだこの絶対数としては、これ上昇率なので、絶対数としてはまだ少ないんですね、在庫としては。絶対数としては、 えとどっかにあったかなどっかには、あ、これか。絶対数としては新車の在庫としてはめちゃくちゃ低いので、イコール新車の価格っていうのはこれからもまだまだ高騰していく可能性があるということなんですね。在庫が低いっていうのは需要に対して在、需要も低いんだけど、そもそも。需要も低いんだけども、それに対して、供給も足りてないっていうことは、新車の価格は高騰する。 で中古車としては需要が増加しているということになっています。でまあ、そういうことを考えると、ちょっとまとめなんですけれども、えっと あともう一つ言わないといけないのは、まあ、ここはね、昔の動画でもいくつか説明したいのうに、例えばカーバナとかですね、えー、カルバーナーっていうのかなあー、もう結構やばい状態ですよと、もう、えー、おそらくここはもう破綻するんじゃないかなというふうに言われていますが、えー、もう二つの州で、その自動車の販売、えー、ライセンス、ライセンスって日本語で何て言うんだろう、えっ、ー、と、免許ですかね、えー、その <laughs> 資格がもう取り消されている。 2つの州でもうライセンスが取り消されているような状況になっていって、債務者たちが、債権者か、失礼しました。債権者たちが、このカルバナの資産を取り合って、今の在庫をとりあえずすぐ売って、まあ、ちょっとでもお金にしようというふうに、今、債権者同士で協力し合っている状況。カルバナっていう、その、中古車の販売 企業ですねまあ、それは、この、えっ、ー、と、これ、第何回の動画を忘れたのかたると、あの1週間ぐらい前の動画で出してますね。これ、中古車業界から破綻の連鎖へというふうに言ってますが、あまあ、連鎖が始まって、今回は、その自動車ローンの差し押さえが増えてきたという内容です。で、カルマナの,の決算書を見てみると、この9ヶ月ですね、今年の、今年度の9ヶ月で、 14億ドルもの負債を作っちゃってるんですね。9ヶ月で14億ドルの負債ができてるんですよ。あの、14億ドルの累積債務がありますじゃなくて、今年の9月だけで14億5200万円の、ドルの、 借金を作っっててしまいいるという状況、まあ、非常に今、中古車業界、かなり危険な状態にはなっているんだけれども、それから、えー、ルシッドとオリビアンですね。えーまあ、ここもね、えーまあ、車業界との代表格にはなっているんだけども、テスラと比べて全然やばいですよというようなことを、あの、この、えー、12月7日、 の動画ですね。約2週間ぐらい前の動画ですけれども、まあここで解説しました。まあこれももし興味があれば見てください。ということで、今起きていること、ちょとまとめますが、 えー、一番の始まり、視点としては、サブプライムの消費者がコロナショック時にばらまかれた給付金で中古車を買い漁ってたんですね。えー、やっと車を買えると。まあ、このタイムをタイミングを待ってたんだと。で、えー、買ったはいいけども、最近物価がすごく高くなってきて、特にガソリン代とかですね、一時1.4倍ぐらいまで上昇してたと。でその他もろもろの、例えば、あ えっと、修理代とか、中古車っていうのは修理代がかかるので、修理代とか保険費用とか、まあそういうのがかなり高騰してる。まあ人件費自体が高騰してるのでね。まあそういうことにつられて、えー、いろんなものが高騰してる。で、さらに労働市場が不安定化してますよと。労働市場は、まあ今強いというふうに言われてますが、それはまやかしですよっていうのは今までの動画で何度も。 解説させていたた。だきましたもし興味があれば12月16日に出したあこの動画を見ていただきたい、全員騙されてる、今が買い時だと思ってる人頼むから見てくださいということで、えー、労働市場、あまり、えー、信じない方がいいですと、今が堅調だというのは信じない方がいいというふうに言いました。 でビッグ3と言われている、今、そういうふうに経済が今傾いている中、ビッグ3と言われるものに優先をしているんですね、ビッグ3というのは住居、食料、エネルギー、昔は移植中だったんですけども、も最近はエネルギーがないと、もう,もう少ししたら、ここが情報になるのかもしれないですけども、まあ、今はエネルギーです、ここを最優先にするので、自動車ローンを支払ってる場合じゃないよねというふうになっている。 そうすると、もうローンを支払わなかったらもちろん取られてしまうので、自動車ローン支払い不能によって差し押さえが急増してますよというのが今回の内容です。で、それは何度も先ほどの記事で申し上げたように、これから加速度的に上昇してくると。で、労働市場がここで堅調だったら誰も車は売らないんですよ。売らないんだけども、えーまあ、残念ながら労働市場も 不安定になってるし、えー、いろんな物価が高くなっているので、えー、背に腹は変えられない。じゃあもう車はもう取られてもしょうがないよねと。本当はもっと来たいんだけども、取られてもしょうがないという状況になっている。じゃあ次に起きることは何ですかまず銀行目線で言うと、銀行っていうのは在庫を持たないんですね。先ほども言ったように、その回収屋さん、えー、リポゼッションビジネスの人たちですね。まあそういう人たちが銀行から言われて車を取りに行くと。で、車を取りに行ったら、じゃあ銀行どうするかっていうと、あの 別に大きな駐車場があるわけでもないし、えーまあ、資産として持つことにはなるんだけども彼らの中で最優先事項は次にやらないといけないのは大急ぎで中古車業界にちあの中古車の企業にも売りたいんですねでも中古車業界も先ほども言ったように、えー、今在庫がパンパンなのでいらないんです、えー、と中古車業界見てみましょうか、えーと あここ中古車じゃないんですけども、まあ、これ新車になっちゃってるんですが、えー、本当はね、中古車があ、もうちょっと細かい品目ごとに整理されてるやつあるんですけど、ちょっとここにはないので、えー、新車で置き換えますが、新車の需要っていうのが急激に今下落して、需要に対して供給が上回りつつあるというような状況になっているので、えー、まあ、在庫がパンパンになってるので、もういらないですよと。じゃあ次どうなるか。えー 大きな銀行はまだいいんですね。大きな銀行はまだお金に余裕がある。ただ、中小の地方銀行とかは破綻の危機に陥る可能性がある。これが連鎖の破綻の次に起きること。うん、もうすでに、あの、クレディスイスとかね、危険な状態にはなってるんだけど、アメリカの中小銀行も、 あのそういうような傾向に次の段階としてステップインしていく可能性があります。で消費者目線ではどうなるか不払いを経験するとどうになりますか先ほども言ったように信用スコアに深い傷が発生するんですねあの信用スコアっていうのは結局収入が高いとか低いとかいうよりも借金をしてそれを期日通りに返せるかどうかここが一番のポイントなんですねたくさん借金してたくさん、えーしえー、とローンを支払っていたら期日通りに支払っていたら それはクレジットスコア高くなるんですよ。逆に大金持ちでも借金しなかったら、あの信用スコアってあんまり高くならないんだけども、まあ、それはちょっと余談なので置いておいてで、信用スコアに大きな傷が発生してしまうと、支払いを滞らせるとねで、えー。そうすると次回から大きな買い物がもうできなくなってしまうんですね。えーまあ、ある一定の期間できなくなってしまう。 信頼回復するまでは、この深い傷が癒えるまでは、大きな買い物できない。そうすると、大きな買い物ができないってことは、需要が急減速する。で、今のインフレっていうのがディスインフレになって、そのうちデフレになるかもしれませんね、と。で、これが FRB のやりたかった経済崩壊の一つなので、まあ、ある意味 FRB の4つ、 予定通り、予想通り、計画通りにはなっているのかもしれないですけど、ここは行き過ぎると本当に危険ですよというような、まあその第1段階、ファーストステップの、ファーストステップ、セカンドステップぐらいかな、が今、始まり、始まりかけましたよというのがこの記事の内容でした。今回の動画は以上となりますが、今回の動画がいいなと思った方は高評価をお願いいたします。えーまあ、ダメだなと思った方は低評価をお願いいたします。えー、それから、 あまあ、ここは、えーまあ、いつも言っていますが、まあ、d m m c o m 証券とかね、えー、最大20万円キャッシュバックされます。で、まぁ、追証券 FX もお最大50万円キャッシュバックして、5日から取引可能ですね。もしよろしければ、口座開設して、これからあのドルが急落していく可能性がありますので、えー あの結構アップダウンがあるんでね。それは、あの、いつもこのチャンネルで言っている通りです。で、あとはレバナスを買うならここっていうのはあの、マネックス証券、レバナス買うならここ、毎日自動積み立て100円から可能ですよ、ということを言ってますけれども、えっ、ー、と、もう一つのポイントは、まあ、使用ネット証券で一番大きい、ポイント積み立てができるんですね。えー、まあ、クレジットカードを使って積み立てをすると 1. 1、1.1%ものポイントがもらえると。 ですので、ここは、あのまあ、今、レバナスをやるんであれば、おすすめです。あマネックス証券ですね。はい。ということで、今回の動画は以上となりますが、あまあ、メンバーシップもやってますので、チャンネルを応援していただける方は、ぜひご参加お待ちしております。まあ、できれば、12月中、もしくは、遅くとも1月の 1> 第1週、第2週ぐらいでちょっと大きなメンバーシップ限定動画を出そうかなと思ってますので、もし興味がある方はメンバーシップ入ってみてはいかがでしょうかということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではみんなでさ産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。